中村進生は、広島東洋カープに所属する広島県廿日市市出身のプロ野球選手。右投右打ち。3歳の時に両親が離婚してからは、広島東洋カープの熱狂的なファンである実母の下で育った。小学校1年時から少年野球クラブの大野友制で軟式野球をスタート。3年時から捕手に転向すると、フルスイングでフライを打つという指導方針の下で、5年時から俊足と長打で頭角を現した。廿日市市立大野東中学校時代には、軟式野球のチームの大野シニアベースボールクラブのメンバーとして、3年時に広島県大会で準々決勝進出を経験した。地元の広陵高校へ進学してからは、1年春の広島県大会で背番号20ながら正捕手の座を確保。同年夏の選手権広島大会から背番号2をつけた。3年時の夏に広島代表として出場した第99回全国高等学校野球選手権大会では決勝まで進出。準決勝までの4試合で3試合連続本塁打や2度の1試合、2本塁打を含む6本塁打を記録したことによって、1985年の第67回大会で清原和博が樹立した1大会の個人最多本塁打記録を更新した。さらに、準決勝までに17打点を挙げ、2008年の第90回大会で、萩原圭吾が樹立した1大会の個人最多打点記録も更新。花咲徳栄高校との決勝では、1大会個人最多塁打記録や、1大会個人安打、2塁打の最多タイ記録も達成したほか、1大会中5度及び出場前5試合での猛打賞という史上初の快挙も成し遂げた。チームは10年ぶり4度目の準優勝を果たした。大会終了後の9月に開催された 2017WBSCU-18 ワールドカップには U-18 日本代表の捕手として出場したが、打率.122終わった。広陵高校への在学中に対外試合で通算45本塁打を記録したことなどを背景に、2017年のNPB ドラフト会議の一巡目で、広島東洋カープと中日ドラゴンズから指名を受け、抽選によって地元球団の広島が独占交渉権を獲得。契約金1億円に、出来高分5000万円、年俸800万円という条件で入団した。背番号は22。2018年2月8日東光寺球場での春季キャンプにて2018年には、二軍生活に終始。いくら騒がれても、体格や体力が一軍のレベルに達していない限り特別扱いはしないという二軍監督の水本克己の方針の下で、ウエスタンリーグ公式戦83試合に出場すると、チーム内の捕手で最も多い51試合でマスクをかぶったが、打率.201、4本塁打、16打点という成績にとどまった。シーズン終了後のフェニックスリーグで故障したため、秋季キャンプへの参加を見送った。キャンプ後の契約交渉では、推定年俸800万円という条件で契約を更改。2019年には2軍で迎えた春季キャンプの開始直後から、右第一肋骨の疲労骨折で治療と3軍でのリハビリを余儀なくされた。実戦復帰戦となった6月18日のウエスタンリーグの阪神タイガース戦で8番捕手として先発出場したが8回表の第4打席で斎藤智貴成から頭部に支給を受け救急搬送。搬送先の病院で脳震盪との診断を受けたが大事には至らず同月下旬からウエスタンリーグ公式戦への出場を再開した。同リーグ公式戦では38試合に出場。打率.279、2本塁打、9打点という成績でシーズンを終えると、フェニックスリーグへのフル参戦を経て、前年参加できなかった秋季キャンプで入団後初めて一軍に昇格した。キャンプ中の契約交渉では、球団から初めて減俸を提示。結局、100万円減の推定年俸700万円という条件で契約を更改した。2020年には、春季キャンプのスタートを1軍で迎えながら、キャンプの途中から2軍へ合流。レギュラーシーズンの開幕1軍入りを逃した。ウエスタンリーグの公式戦では、開幕直後から打撃が好調で、7月下旬の時点でリーグトップの打率339を記録し、7月25日に入団後初めての出場選手登録、翌7月26日の対横浜 DeNA ベイスターズ戦7回表に、代打で一軍公式戦へのデビューを果たした。以降も一軍公式戦3試合に出場したが、通算4打席ノーヒットで、8月8日に一旦登録を抹消。抹消後に一軍の捕手陣から、ベテランの石原慶光と、正捕手の相澤翼が、相次いで戦線を離脱したことを受けて、9月11日に再登録を果たしたが、出場機会のないまま9月16日に登録を再び抹消された。なお、ウエスタンリーグの公式戦には、通算で55試合に出場。打点は14と前年を上回ったものの、打率が244にまで低下したほか、1本塁打、14打点という成績にとどまった。シーズン終了後に現状維持という条件で契約を更改。一軍公式戦では代打での起用にとどまったことから、更改後には捕手として試合に出たいとのコメントを残した。2021年には入団してから初めて春季キャンプの全期間を一軍で過ごした。オープン戦でも一軍に帯同したほか、3月9日の対阪神タイガース戦では先発マスクを任されたが、レギュラーシーズンを2軍でスタート。ウエスタンリーグの公式戦では、捕手に専念していた前年までとは一転して、三塁手や左翼手としても出場している。4月16日に1軍へ、再び合流すると、同日の対中日ドラゴンズ戦で、2番左翼手として1軍公式戦で、初めて先発出場。5回表の攻撃で、初安打と初得点を相次いで記録した。4月25日の対読売ジャイアンツ戦でも9回表に、東京ドームの右翼フェンスを直撃する二塁打を代打で、打つなど、再合流後の一軍公式戦では、通算8打席で打率333を記録していた。チーム事情との兼ね合いで5月9日に一旦、出場選手登録を抹消されたが、抹消中に一軍で複数の選手が新型コロナウイルスへ感染したことによる特例措置で同月18日に再び登録。抹消前までの一軍公式戦ではマスクを被る機会はなかったが19日の対巨人戦で8番捕手として初めて先発出場すると同点の6回裏1四満塁で迎えた打席で2点的自打を打って初打点を記録。攻守にわたる活躍でチームの窮地を救ったことから試合後にはヒーローインタビューを初めて受けた。その1ヶ月後の対 DeNA 戦8回表に代打へ起用されたところ一軍公式戦通算46打席目にして初めての本塁打を石田健大からマーク。走、攻、守るに加えて先輩投手の投球練習中にも物おじせずに自分の意見を伝えられるほどコミュニケーションの能力が高い捕手。広島への入団交渉を担当したスカウト総括部長の園田聡彦からは左方向にも右方向にも打てるので捕手でも三塁手でも日本一の選手になれるとも評価されている。本人は走、攻、守造拍子揃った捕手を目指しているが広島への入団4年目からは、三塁や外野も守っている。ありがとうございます。